さかのリタイア。しかし、はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーギーツ第8話の感想&考察をやっていきたいと思います。いや、もうこのね、まさかの結末でしたよね。誰がこの慶和が脱落するっていうね、予想をしてましたでしょうか。全員の予想考察を飛び越えてきましたよね。そしてほんまに誰が退場するかわからないバトルロワイヤル感もさらに出てきて、主役のエースですら安心ってわけではない感じもするからですね、本当に1話1話見逃せない話になってくるんじゃないかなというふうに思っております。で、今回ちょっとですね、最後に缶を蹴ったのがネオンちゃんやったわけじゃないですか。僕今回のね、デザシーンはネオンちゃんがなるって言ってたの皆さん覚えてますでしょうか。うわ、当たったと思ったら、あれ終わらん、えっていう感じで、まあ謎な終わり方をしたわけなんですけど、なんかね、これまでのルールであったり設定とかを今後かなり崩してくる可能性もあるんじゃないかなっていう思う部分も出てきたわけなんですよね。ということでですね、今日も気になったポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。本日のポイントはこちら。 1. 慶和の記録動画。 2. サラの記憶の疑問点、そしてサラは唯一の。 3.何かを察したエース。 4. 運営側の第一優先は仮面ライダーの安全。 5. ネオンの願いに変化が。 6. エースはあえて慶和を脱落に導いた。 7. バックルとライダーに見えないつながりが。 8. クリア条件達成でも終わらなかったデザイアグランプリ。以上のポイントについてお話ししていきたいと思います。それではやっていきましょう。ニヤニヤチャンネル、レディープレイ。慶和の記憶動画。今回で一応ね、慶和が脱落ということで、かなり衝撃的な展開ではあったんですけども、ここでついにこの毎回行われてきた記録動画に意味が出てきそうな感じがするんですよね。慶和が退場後にサラがこの動画を見るっていうね、展開を結構コメントでも予想してる人って多かったと思うんですけど、まさかのこれ本人が見る展開になりそうな感じじゃないですか。あれなんやこの動画ってことで、まあ記憶が戻る方法が ID コアを触るだけしかないとは今のところ思うんですけど、この動画が原因でそれ以外の思い出し方が生まれるのか、それともデザイアグランプリっていうゲームが行われているよっていうね、情報だけ知ってる状態になるのか、これ非常に気になりますよね。この記録動画にはですね、慶和以外に初回の動画にはおそらくなんですけど、つむりの声がですね、少なからず入っていると思うし、サラもですね、2回ぐらい途中で入ってきてることからですね、初回のつむりの説明ががっつり聞こえてたら、慶和の察しが良ければ自分はデザイアグランプリという大会に参加してて、脱落おわ退場した人間でも、その記憶がないからですね、記憶が消されているまでたどり着くかもしれないんですよね。それかですね、サラの記憶の疑問点、そしてサラは唯一、今回サラは慶和の ID コアに触れて記憶が戻りましたが、サラのまあ服装であったり両親の服装的に誰も参加者ではなさそうな感じはしましたよね。で、ここでさっきのね、ポイントの続きにはなるんですけれども、サラの記憶がどうなるのかというのがね、非常に気になるところではあるんですよね。今まで参加者のみしか描かれてなかったこともあって、1回戦2回戦に移る際に一般人の記憶はどうなっているのかっていうのがですね、一切描かれてなかったわけなんですよ。で、脱落者は本当に普通の生活に戻っているのかもう分かっていない状態でしたよね。今回サラが記憶が戻ったことで、これはどう変わってくるのかが結構楽しみなポイントなんですよね。もし次回サラが出てくることがあって、エースやネオンのことを忘れてて一人のファンのような対応をしてたらですね、その都度記憶削除の作業ができることが判明するわけなんですけど、もし次回サラが登場した時に記憶がそのまま、過去の記憶もね、そのまま残ってて、そして慶和が脱落したことも覚えてたらですね、ちょっと運営側からしたらかなりこの桜井サラっていう存在は邪魔な存在になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
特にそう感じさせられたシーンがあって、それがこのシーンなんですよ。サラが ID コアに触れ、過去のデザイアグランプリで巻き込まれていたことをね思い出した話をした時のギロリの表情を見てほしいんですけど、めちゃくちゃ険しくないですか。お姉ちゃんが思い出したんだっていうですね、この参加者以外の記憶が戻ったという情報を聞いた時点でこの表情なんですよね。それ自体がまあ緊急事態なのか、まあここでの表情での演技はですね、ただの深読みだったとしても、運営側でもあるギロリがですね、参加者以外でデザイアグランプリのことを思い出した、知っている人物がいることを知ったのがですね、僕は結構これまずいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、サラが思い出した記憶では、サラはジャマーウォールがやったからこそデザイアグランプリの招集は今までなかったというふうにね考えられるわけなんですけど、今回はですね、ジャマーウォール内でなおかつ生き残ったとなれば、まあおそらく次回の9、10話で今回のデザイアグランプリが終わって、11話以降で次のデザイアグランプリが、描かれると思うんですけど、その際に招集されるのはほぼ確実なんじゃないかなというふうに思うんですよね。ケイワがこの時命を懸けて助けた結果がサラのデザイアグランプリ参加につながってしまったとなれば、これね、なかなかの胸クソ展開になりそうな気がするんですよね。そして今回サラが記憶を取り戻したわけなんですけど、両親は参加者で退場したというわけではなさそうやったじゃないですか、まあ服装の感じから察するに。で、今まで見てきてですね、参加者以外でジャマーウォール内でやられた人は復活するから大丈夫っていうね、軽い気持ちで見てたわけなんですけど、なぜサラの両親は参加者じゃないのに帰ってこられなかったのかっていうね、疑問が生まれるわけなんですよ。蕎麦屋の大将はジャマーウォール内でやられたけど帰ってこれた。サラの両親もですね、全く同じ条件だったわけやけど帰ってこれなかった。この2つで何か違う点があるとするならば、その大会でデザ神が生まれたか全滅したかだと思います。1話ではエースがデザ神になった結果世界が作り変えられた。でもサラの両親が犠牲になったデザイアグランプリでは、残念ながらデザ神は誕生せず参加者全滅だった場合、世界を作り変える人間がいなかったとなればですね、この巻き込まれた人たちは帰ってこれないということになるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。ということでですね、ちょっと今日はちょっとまだまだ動画の時間的には短いんですけれども、昨日はね岩船山に行っていたり、今日は朝からちょっとね草野球等を行っておりまして、疲労の限界が来たのか、編集途中で寝落ちしてしまいましてですね、どうも今日の動画間に合わないなという風になってしまったんですけど、どうしてもやっぱりね、ちょっとしたね話題でも皆さんと一緒にいろんな話をしたいなっていう思いから、今回はちょっとまだまだ話せる時間はあるんですけど、編集の都合上ポイント2番までとさせていただきます。明日以降またねそれ以外のポイントをお話ししていきたいと思います。なので今日の動画はちょっとね、編集的にもテロップが少なかったりであったりとかがあったりするかもしれないんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。またね明日以降の動画も楽しみにお待ちいただければなと思います。そしてこの後本日ですね22時よりライブ配信をする予定となっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います。ということで本日はこちらで以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。ほな。おすすめに動画が流れてきたらチャンネル登録への片道切符だ。もう後戻りはできない。いやほんまにね、このね昨日の岩船山の爆破イベントなんですけど、めちゃくちゃいい写真がねめっちゃたくさん撮れたんですよね。大げさかどうかは後でね皆さんに判断していただけたらなと思うんですけど、写真の感じ的に本家より戦隊やったんちゃうかなというふうに思うんで、またこれね